自分はね、高等専門学校の、学寮に、5年間入っておりまして、この話はね、入寮して1年生の時に、1週間とか1ヶ月ぐらいですかね、経ったぐらいの話なんですけど、まあ、僕らの、まあ、寮は、まあ、同い年の、まあ、1年生、2年生、3年生、4年生、5年生の中で、まあ、そう、グループがあったんですね。1年生から5年生まで全学年いるグループみたいなので、まあ各回あったんですけど、僕は1回で、その、まあ一緒にいる1年生の中で、まあそうですね、名前を花粉くんっていう子にしましょうか。その花粉くんが、まあちょっと深夜にお腹が空いたから、ちょカップ麺を食べたいと。ああまあ、ああもう、こんな時間かって言って、まあ、10時11時ぐらいですかね。で、花粉くんがそのね、カップ麺を食べたことはあるんだけど、作ったことがないって言うんですよね。あ、15、6歳になって、あ、まだそうなんだ、カップ麺親に作ってもらってる子もいるんだなと思って、あ、別にでもカップ麺って横に作り方書いてあるよって言ったんですけど、その、まあそういうのあんま見ない子で、このカップ麺の容器をそのまま火にかければいいのって言い出したんですよね。その、例えば UFO とか、どん兵衛とかのその容器を、そのガスコンロとかの上に置いて、まあ、それで湯を沸かすと思ったんですよね。その子、花粉くんは。で、いやいや、そんなことしたら容器燃えちゃうでしょって言って。で、まあその後に、じゃあ何、このカップ麺の中に入ってる麺を鍋に入れて、それで作ればいいのっていう、その袋麺から楽にしたのがカップ麺なのに、それをまた袋麺のやり方で戻すっていうね、温故知新みたいなね、ことをしてまして、そういう手間を省いたのがカップ麺でっていうのにね、その子はあんまり知らなくて、そう、まあ結局そのこうやって作るんだよっていうふうに、まあ、なんか何人かで教えて、そうカップ麺を、無事にね、食べれたんですけど、まあ、その子、そっからね、カップ麺にすごいハマっちゃって、毎日カップ麺食べるようになっちゃったんですよね。そしたらもう、本当に3ヶ月しないうちにですね、どんどんブクブク太ってって、そうカップ麺とね、スナック菓子の匂いがずっと口臭でしてるっていう状態になって、あ、俺らがカップ麺の作り方を教えなきゃこうなんなかったりなっていうね、あ、ちょっとした後悔がありましたね。はい。まあ、これさっきね、袋麺の話題が出たから、あれなんですけど、その僕の動画にもね、よく出てくれてるバスケ部くんの、これも1年生の時の話なんですけど、これもね、入寮して1、2ヶ月ぐらいだったかな。そこで、なんか、袋麺のカレーうどんといえばみたいなやつあるじゃないですか。オレンジとか赤っぽい色の容器というか、袋で、で、カレーうどんって書いてあるやつね。で、それをちょっと食べようってなって。で、そいつもね、そんなに袋とか容器に書いてある注意書きとか、作り方とかあんま見ないんですよ。まあ正直その袋麺なんて、まあ大体400、500ml の水を沸かして、で、そこに入れて、まあ、3分とか、5分とか、そう茹でて、で、その粉末スープとかを煮込むやつはもう先に入れてあったり、で、煮込まないやつは、そう容器にもう事前に入れておきましょう、みたいな感じだと思うんですけど、そのバスケ部はね、その、水の量すら測らなかったんですよね。もう一切何も測らずに、袋麺を作りまして、そのカレーうどんをね。で、鍋にね、まあまあいっぱい入れて水を。で、沸かして、それそのままそのまま麺も入れて。で、カレーうどんのやつって、3分茹でた後に、粉末スープをその鍋に入れて、2分また煮込むんですよね。さあ、煮込んでうまいんですけど、その、煮込みの段階で、その、なんか、普通に多分、記載通り作ったら、ちょっと、ドロッとなるんですよね、スープが。ドロッとなるはずなんですけど、その鍋いっぱいの水でやってるから、その、シャッパシャバだったんですよね、カレーうどんの汁が。あ、で、なんか色も薄いし、お、なんでやろうなぁ、みたいになって。で、容器にバーって移そうとしたら、まあ大体その、袋麺とかを入れるような、
まあ、ラーメン屋とかに出てくるような容器ってそう大体500ぴったりぐらいしか入んないから、ドボ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 って入れたらもう全然その半分ぐらい残ってるんですよね、汁が。そうだからまあ大体考えると、そのだから1リットルぐらいでその袋麺をね、あの作ってしまってですね、何にも味がしないカレーうどんをね、ただただ深夜にすすってるバスケ部くんがいましたね。アリシのバスケ部でございます。いや懐かしいですね、カップ麺ってはね。はい。